中井翔でございます。この動画は特殊な競馬の手法を紹介するチャンネルでございます。妙味のある穴馬を狙い撃ちし、回収率にこだわった競馬を目的としております。手法の内容がよくわからない方は、再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認ください。本日はお知らせがございます。こちらの動画でご紹介させていただいております出馬表チェックの資料関係の無料配布を行いますので、ご希望の方は下記のアドレスまでご連絡くださいませ。本日は良い配置による穴馬予想と、日曜日の新潟競馬場の騎手・厩舎の好配置を確認してまいりたいと存じます。1番ヘラルド・バローズ、松山騎手、11レース12レース表裏の15番でかぶっております。2番セイドレフォン、川田騎手、6レース11レースゼッケンの2番でかぶっております。3番名将譲る派、岩田騎手、こちらはアナザー配置で、土曜日の新潟11レース、土曜日の新潟12レース、日曜日の新潟11レース、表裏の3番で3連続で被っております。岡田厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の札幌7レース、日曜日の新潟11レース、1の位かぶりでかぶっております。4番インディゴブラック、西村騎手、10レース11レースゼッケンの4番でかぶっております。5番は良い配置がありませんので飛ばします。6番ビヨンド・ザ・ファザー、藤岡厩舎、11レース12レース1の位かぶりで単日花丸となっております。7番バレルゾーン、高柳厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の札幌10レース、日曜日の新潟11レース、裏の9番でかぶっております。8番は良い配置がありませんので飛ばします。9番、ハッピー、大久保厩舎。こちらはアナザー配置で、日曜日の札幌9レース、日曜日の新潟11レース、表裏の7番でかぶっております。10番フォールーレット、福永騎手、11レース12レース裏の6番でかぶっております。11番ギャラクシーナイト、菊川騎手、9レース、11レース、1の位かぶりでかぶっております。12番、シダー、藤岡騎手、10レース、11レース、裏の4番でかぶっております。13番は良い配置がありませんので飛ばします。14番、ライヤモンド、長岡騎手、4レース11レース枠の8番で単日花丸となっております。15番カフジオクタゴン、矢作厩舎、
7レース11レース循環の31番で三日花丸となっております。続きまして、以上の後配置に基づく中穴穴系の予想をしてまいりたいと思います。まず1投目12番、シダー。こちらは藤岡騎手でベスト系の被りがありますので、10レースで様子を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。続いて2投目、11番、ギャラクシーナイト。こちらは菊沢騎手でベスト系の被りがありますので、9レースで様子を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。3投目、7番、バレルゾーン。こちらは高柳厩舎でベスト系のアナザー配置となっておりますので、日曜日の札幌の10レース様子を見て新潟11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。4投目、6番、ビヨンド・ザ・ファザー。こちらは藤岡厩舎でベスト系の単日花丸となっておりますので、11レースで先替えをするか取捨選択するといいかと思います。最後に5投目、4番、インディゴ・ブラック。こちらは西村騎手でゼッケンの被りとなっておりますので、10レースで様子を見て11レース買うかどうか取捨選択するといいかと思います。こちらの5頭の馬と結ぶ馬として9番、ハッピー。こちらは現在オッズで一番人気となっておりますので、先ほど挙げた5頭と絡めて馬券を購入するか取捨選択するといいかと思います。以上でございます。この動画の内容が良かった方はチャンネル登録・高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。